どうもこんにちは、マイクラやってるかい？突然だが、この度パワーアップを目指すことにした。世界中のマイクラうまい2期のテクニックを学び、さらに実力をアップさせるぞ。こんなに私が頑張っているんだから、どんどん応援してくれてもいいと思うんですわ。概要欄にアサギの方のチャンネルも載せておくから、応援したい方のチャンネルを、ぜひ登録してほしいんだぜ。それじゃあ、早速。今、ノイズが走ったか？何が起こって、うわぁ。は。ここは、どうやら閉じ込められたみたいだ。壁も、天井も、床も、すべて黒曜石でできているな。これではどこかを掘って脱出するのは現実的ではないな。ひとまずあたりを探索しよう。なんとしても、ここから脱出しなくては、む？これは？大きな穴か？一ブロックだけ通路が伸びているが、ここから先は途切れているな。しかも下は奈落になっているみたいなんだわ。落ちてしまったらおしまいだな。あ、向こう側に、扉が見えるんだぜ。あの先が怪しいな。そして手元には丸石ブロックか。なるほど。これで向こう側へ橋を架けろということだな。よし、早速橋を作っていくんだわ。落ちたら大変だから、スニーク状態で後ろに下がりながら、一つずつ確実にブロックを置いていくんだぜ。え、空から、着火した TNT が降ってきた。やばい、爆発する。早く向こう岸へ。なるほど、やられたんだぜ。とにかくリスボーンしてみるんだわ。やっぱり、リスボーン地点もさっき目が覚めた場所なんだぜ。どうやら本格的に閉じ込められてしまったみたいですわ。やっぱりあの扉の先へ進むしか、方法はなさそうだな。それにしてもさっきの TNT は、普通に橋を作っていては、爆発する前に向こう岸へ渡るのは無理なんだぜ。どうしたものか、は。そういえば、ここに来る前に調べていた、マイクラ上級者のテクニックに、使えるものがあった気がするぞ。そうだ、この動画のテクニックが使えるんじゃないか？海外だと忍者ブリッジと呼ばれている技だな。日本だとハンシフトとも呼ばれていて、橋を架けるようにブロックを置いていく作業を高速化させる、基本の技とも言われているな。これより高速な技といえば、テリーブリッジや、アンドロメダブリッジなんてのもあるみたいだが、さすがに難しすぎて手が出せないんだぜ。その点統合版だと、ジャンプブリッジという技が使えるんだが、残念ながらここは Java 版だから、ハンシフトで頑張るんだぜ。ということで橋を架ける場所まで来たんだぜ。早速、ハンシフトをやっていくんだぜ。まずはシフトを押して、地面の端まで行くんだわ。そして足元にブロックを置く。シフトを離して後ろに下がる。落ちる直前にシフトを押して、地面の端まで行く。お？できたか？これは意外といけそうですわ。わ、TNT が落ちてきた。急がないと爆発してしまうぞ。あ、急ぎすぎて、シフトが間に合わずに落ちてしまったんだぜ。仕方がない。諦めずに再チャレンジだ。なんとしても、ここから脱出してやるんだからな。みんなもコメントで応援してくれると嬉しいんだぜ。さて、気を取り直してもう一回だぜ。今度こそ成功して、ここから脱出するぞ。シフト、ブロック、シフト離す。うん、このタイミングなんだぜ。TNT だぜ。でも焦らないんだぜ。よし、ここまで来れば、やったー、渡りきれたんだぜ。さすが、まとめ局の局長の私ですわー。さっさとこの扉を通って、ここから脱出してやるんだぜ。なん？だと、扉を抜けた先は、牢屋だったんだぜ。しかも鉄格子のどこにも扉がないから、出られそうにないんだぜ。とにかく部屋の中を見回してみるか。お？これはチェストなんだぜ。早速確認するんだぜ。箱の中身は何だろうな。オープン。これは、エンダーパールなんだぜ。そうか、そういうことか。エンダーパールには、木のフェンス、ガラスブロック、葉っぱブロック、など、いろんなブロックの壁抜けができるという裏技があるんだぜ。これを活用して、ネザーの岩盤の上に行くことができたり、うまく活用して、ショートカットができちゃったりするんですわ。つまりこのエンダーパールを使って、鉄格子を通り抜ければいいんだな。早速やってみるんだぜ。は、は、ちょ、やめ、ありのまま、今、起こったことを話すぜ。俺は鉄格子を壁抜けするために、エンダーパールを投げつけたが、壁抜けは失敗し、エンダーマイトがスポーンしたんだぜ。な、何を言っているのかわからねえと思うが、俺も何が起きたのかわからなかった。結局エンダーマイトにやられてしまったんだが、本来エンダーパールを投げて、エンダーマイトがスポーンする確率は 5% だと言われているんだぜ。何もこの場面で出ることはないと思うんだぜ。とにかく、このまま嘆いていても脱出はできないんだぜ。さっきみたいなことはもうないと思うから、再チャレンジ行ってくるっすわ。ということで再チャレンジだぜ。無事にエンダーパールはチェストの中に復活してたんだぜ。早速鉄格子に投げるっすわ。お、ここは鉄格子の向こう側に出ることができたんだぜ。やっふー、一回目のあれは、奇跡みたいなものなんだぜ。あれを抜きにすれば一発でクリアできるなんて、さすが私なんだぜ。ということで、早速この扉の先へ進むことにしますわ。と言っても、このまま素直に出してくれるとは思えないんだが。やっぱりなんだぜ。まだ部屋が続いていたんだぜ。と言ってもこの部屋は何もないように見えるんだぜ。一体何があるんだ？それともここはただの廊下なのか？何はともあれ、先に進まないと脱出できないんだぜ。は、床が消えたんだぜ。こんなのどうしたら、ぐふー、まったく。あんなのどうクリアしたらいいか、わかりませんわ。
手元に、またエンダーパールがあるんだぜ。ということはまさか、落下中にエンダーパールを投げて、向こう岸へ渡れということか。確かにエンダーパールは、投げることができて、着弾地点へテレポートする特性があるよな。さらにエンダーパールは投げる角度によって、飛ぶ距離が変化するんだぜ。だいたい35から40度が一番遠くに飛ぶんだが、走りながら投げることでより遠くに飛ぶから面白いんですわ。こういうのを知っておいて、うまく活用してこその上級者だよな。さらに上級者テクとして、高い壁に向かってエンダーパールを投げつけ、下を向いてブロックを構える。テレポートした瞬間に足元にブロックを置く。これで普通にブロックを重ねるより、早く上へ登れるんですわ。はぁ、一通りエンダーパールのうんちくを披露したところで、さっきの廊下をクリアしに行きますか。早速投擲、あ、投げる角度が低くて、向こう岸へは届かなかったんだぜ。もう一回行くんだぜ。早くこんな場所から脱出するんだぜ。また戻ってきたんだぜ。再チャレンジですわ。よ、お、やった。うまくいったんだぜ。まあ、私のテクニックをもってすれば、このくらい余裕なんだぜ。ということで、扉の先を見てみますかね。そろそろ出口でもいいんだぜ。はぁ、どうやら出口じゃないみたいですわ。また廊下みたいな通路があって、さっきと似ているんだぜ。でも今回は最初から穴が開いていて、そこには床があるみたいだな。そして向こう岸は、こっちより低くなっているみたいだ。穴の底に一箇所だけ違う色のブロックがあるんだぜ。あれは金ブロックか？どういうことだ？ちょっと、こちら側に何かないか、見てみるか。お、チェストがあったんだぜ。中身は、スライムブロックが一つだけありましたわ。は。ひらめいたんだぜ。あの金ブロックにこのスライムブロックを置いて、飛び降りた反動で、大ジャンプして向こう岸に渡れる気がするんだぜ。早速行ってみるんだぜ。ジャンプ、グフ、失敗したんだぜ。距離が、全然届いていなかったんだぜ。でも、さっきのトライでスライムブロックは置けたから、あとは飛び降りるだけなんだぜ。さて、リスポーンしてっと、さっき置いたスライムブロックを確認しに行くんだぜ。ノー、スライムブロックが消えてしまっていますわ。ということは、こっちのチェストに、やっぱり、スライムブロックが戻っているんだぜ。しょうがないからもう一度こいつを持って行ってチャレンジするんだぜ。ごく、よし、行くぞ、ぶっほ。いえいえ、やったー、行けたんだぜ。ビヨーン。って感じで向こう岸に飛び乗ることができて気持ちよかったんだぜ。ということでこのステージはクリアできたんだが、まだ扉があるんだぜ。この先はどうなっているんだろうな。ちょっと覗いてみるか。なんじゃこやー。はい、こちらが扉の先の風景なんですわ。ちょっと明るくなっていて、やっと外かと思いきや溶岩の上に橋が渡っている感じなんだぜ。しかも向こうにはウィザースケルトンがいるんだぜ。しかも扉がウィザースケルトンの向こう側に見えるんだぜ。これは奴らをなんとかしないと向こうには行けないということか。こういう時は、こちら側に何かいいアイテムがあるんじゃ？ちょっと周囲を見てみるんだぜ。お、チェスト発見。きっといい武器があるはずですわ。え、どういうこと？丸石が3つしか入っていないんだが、え？丸石3つでウィザースケルトンを倒せと？できらー。これまで上級テクニックをマスターしてきた私に、怖いものなどない。この丸石を手に持って、ウィザースケルトンを全員倒してやる。行くぞー。は、とや、ぐ、が、は、安倍氏、やっぱりダメでしたわ。やっぱり正面突破は無理筋なんだぜ。ここは原点に立ち返って、予習してきた上級テクニックを思い返すことにしてみますわ。あ、思い出したんだぜ。確かこの動画で、RTA 奏者のウィザースケルトン処理方法が紹介されていたんだわ。確かに丸石3つで対処できそうなんだぜ。とりあえずやってみますわ。行くぜ。ウィザースケルトンが近づいてきたら、橋の1マス高くなっているところの隣で、丸石を3つ重ねて乗り、横から近づいてきた、ウィザースケルトンをパンチ。おう、奴らが落ちていく。面白いっすわ。よし、これで、クリアなんだぜ。いやぁ、こんなに簡単にウィザースケルトンに対処できるとは、実際のネザーだとブレイズが飛んでいる場合があるから、この技をやるときは注意してほしいんだぜ。とりあえずこのステージもクリアして、次に進めるんだぜ。なんだか、ちょっと楽しくなってきたんだぜ。次はどんなステージかな？じゃーん、次のステージがこちら。マグマの上に黒曜石の橋がかかっていて、ところどころ、ブロックが飛び出していて、通れなくなっているんだぜ。しかも黒曜石だから、壊すのは無理だろ。一体どうしたらいいのか、わかりませんわ。もしかしてどこかに見えない床があるのか？とりあえず行ってみるか。よ、あっつー、ゲフ、やっぱりやられたんだぜ。もしかして、今回も事前に調査した上級テクニックで、対処できるものがあるのか？ちょっと思い返してみるんだぜ。お？もしかしてこれか？この動画なんだぜ。マイクラのアスレチック関係でよく見かけるテクニックなんだが、Tジャンプとか、逆Tなんて言われている技なんだぜ。こちは、しっかり助走をつけること、全身だけじゃなく、左右移動の操作も使うこと、ブロックを半分くらい超えたところで、着地したい方向へキー操作を行うこと、視点変更はあまり意識しない、ブロックの端っこを走っていくこと、柱にぶつからないように、1マス手前くらいからジャンプすること、といった感じなんだそうだ。よし、早速やってみるんだぜ。よ
じゃあ、普通に戻ってこれなくて、マグマダイブしちゃったんだぜ。次こそ、できたぞ。これなら次も、よ。おお、こんな感じなのか。コツはつかめたんだぜ。でも見た感じ、最後は2マスありそうなんだぜ。普通にジャンプしていけるのか。行くぞ、は、ぐ、ブクブクブク。やっぱりダメだったんだぜ。最後の2マスジャンプはダッシュが必要そうなんだぜ。こうなったら、ここはかっこよく、全部ダッシュで行くんだぜ。クリアできたら、動画への高評価をお願いしたいんだぜ。うおお、ふん。どう？だー、やったー。難しかったけど、うまくできたら気持ちよかったんだぜ。みんなも練習してみてほしいんだぜ。ということで、次のステージに行ってみようかな。この調子で脱出できるように、応援のコメントを、書き込んでくれよな。またもや通路っぽい部屋なんだぜ。やっぱり出口じゃなかったのか。いつになったら出られるんだ。しかもこの部屋はなんだ。こっちにはマグマが広がっていて、向こう岸に扉があるんだぜ。向こう岸に渡りたくても、全く足場がないんだが。こっちがチェストがあるな。開けてみるか。これは砂ブロックですわ。しかも3つだけ足場になるようなブロックが入っていると思ったが、砂ブロックだと置いた瞬間に落ちていってしまうんだぜ。全くどうしろって言うんだ。そういえば壁はところどころ金ブロックになっているな。は、この状況、動画で見たやつだ。砂ブロックは置いてから落ち始めるまでは、上に乗ってジャンプすることができるんですわ。つまり、そのわずかな時間を使って、連続でジャンプして、向こう岸へたどり着けということだな。結構難しそうなんだぜ。でもこれをマスターすると、誰かから追いかけられている時に、相手が追ってくることができない場所まで逃げることができるから、マルチプレイで鬼ごっこをするような状況だと、活用できそうなんだぜ。わかったんだぜ。やってやるぜ。行くぞ。やった。ああ、ダメだったんだぜ。これは、結構タイミングがシビアですわ。ブロックを置くのが早いと、砂が落ちてしまって、上に乗ってジャンプできないし、逆に遅いと自分の体が邪魔でそもそもブロックが置けないんだぜ。ということで再チャレンジしていくんだぜ。じゃあ、あと一つだったのに、今度こそ、それ、やー、どう？やった、いけた、うおー、クリアしたぞ。難しすぎて、トラウマになりそうだったんだぜ。もうこんなところにいられるか、私はこの扉の向こうへ行かせてもらうぞ。は、やっぱり出口じゃなかったんだぜ。なんだここは？ちょっと深めの空間があって、また向こう側に扉があるが、登れそうにない崖になっているんだぜ。おっと、こちら側にチェストがあるぞ。中身を確認しよう。オープン。お、衝撃2のエンチャントがついた弓と、矢が大量に入っているんだぜ。確かこれも、上級テクニックを調査した時にあったな。あれは確か、そう、この動画だ。自分の撃った弓の矢に追いついて、自分に当てることで、矢の衝撃を受け、ジャンプ距離を伸ばすことができるという技術ですわ。コツは少し上向きに、弱い力で弓を撃つことみたいだな。今度はこれを習得すればいいんだな。わかったんだぜ。行くぞ。はぁ、あれ？全然うまくいかなかったんだぜ。意外と矢に当たりに行くってのは難しいんだぜ。もう一度、とう？お、ああ、矢が当たって、加速したんだが、向こう岸には届かなかったぜ。でもなんとなくわかったぜ。これなら次でクリアできるんだわ。視聴者のみんなも次でうまくいくように、高評価ボタンを押して応援してくれー。ということで、行くぞ。ふ、おう、やった、できたぞ。無事に向こう岸に届いたんだぜ。みんなの応援も届いてた気がするぜ。ありがとうですわ。いやー、私もかなり上級テクニックをできて、マイクラが上手くなった気がするんだぜ。そろそろ、ゴールでもいいんじゃないか？ダメ？やっぱりダメか。今回もアスレチックなのか。だが溶岩で敷き詰められた通路があるだけなんだが、お？こっちにチェストだ。また攻略に必要な道具が入っているのか。これは、ボート？マグマ、ボート、頭が、は、重い、出した。そうだ、この動画だ。世界でも有数のマインクラフトの YouTuber である、ドリーム氏が、配信で披露した、神プレイの動画だな。マグマの海にボートを置きながら、ジャンプで渡っていくんだぜ。感覚としては、先ほどやった、砂ブロックジャンプに近い感じだな。今回はマグマの上に、着地ギリギリに置く必要があり、ほぼ真下を向いてやった方が良さそうだぜ。あとはジャンプボタンは、常に押したままの方が、ボート配置に集中できそうだな。それにしてもドリーム氏のマグマボートジャンプか。動画を見た当時は、私も真似してみたいと、熱くなったもんだぜ。それをこの機会に習得するというのか。いいんだぜ、やってやる。よし、ボートは持ったな。行くぞ。まずはダッシュジャンプ、からのボート。あちちちちち、さっきのはボートを出すのが早かったみたいだ。ジャンプする前にボートが消えちまいましたわ。まあ、あの有名プレイヤーの神業が、そう簡単に習得できるわけないよな。再チャレンジだ。いっけい、やっほ。
F、今のはボートのスロットを変更するのに手間取ったんだぜ。そのあたりも意識する必要があるから、連続でジャンプするのは酷なんだぜ。よし、次だ。チャレンジ中は真下を向いているから、方向も気にかける必要があるな。方角、よし、ボート、よし、助走、よし、行くぞー。やっは、ふんと、着地、やったー、やったんだぜ。さすがにかなり大変でしたわ。よく頑張った私。これはかなり充実のチャレンジだったんだぜ。次は一体どんなステージが待っているのやら。ついたんだぜ。これは、崖か？下は、そこから先はよく見えないんだぜ。一体何があるんだ？とにかく下まで降りてみないとわからないな。でもこれだけの高さを落下すると、助かる見込みはないんだぜ。さっきのマグマボートジャンプで使った、ボートが残っていれば、着地の瞬間にボートに乗り込むことで、落下ダメージを無効化することができる技もあったんだが、今回は周りにチェストもないし、アイテムなしでなんとかしないといけないんだぜ。え？アイテムなしで、落下ダメージを無効化？確かそんな裏技があったんだぜ。そうだ、これだ。カマン18という方の動画なんだが、落下時にジャンプキーを押したまま、スニークキーを押すと、落下ダメージを無効化できるというものだ。どうせガセだろうと思ってたんだが、これを機に試してみるんだぜ。やり方は簡単だな。ジャンプして崖から飛び降り、この時ジャンプキーを押したままにしておいて、着地の瞬間にしゃがむ、ダメだったんだぜ。どうやらこの技は、かなりタイミングがシビアらしいんだわ。成功するまで何度もチャレンジするぜ。行くぞ。はあ、なかなか手強いんだぜ。よし、今度こそ、行くぞー。ここだ、やったー。みんな見てくれたか。私の華麗な着地シーン、難しかったが、何度も諦めずに挑戦しやっとできたんだぜ。ということで、アイテムなしで落下ダメージを無効化する裏技は、本当だったんだぜ。みんなもぜひ試してみてほしいんだわ。ということで、ついに飛び降りた先の風景を見ることができるんだが、これは、ゲート、扉じゃないのか。ということはついに、これでゴールなのか。早速ゲートに入ってみるんだぜ。は、帰ってこれたのか。なんとか無事で、よかったんだぜ。あの高難易度ダンジョンをクリアできたのも、ひとえに視聴者の応援のおかげなんだぜ。おかげでプレイヤースキルも上達したんだぜ。みんなありがとう。この調子で、動画の高評価と、チャンネル登録をお願いしますわ。はいはい、今日はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。